はい、というわけでいきたいと思います。じゃん、カット24時間ツイキャス、いよいよ20時間を超えました。つってもまだタイムのカウンターとしては実際はまだなんだよね。まだ10あと10分だ。19時間49分です、ストップウォッチ的には。で、あれ的にはツイキャス的には今どうなってんの？ツイキャス的には19時間53分か。だからこのツイキャスで20時間で多分勝手に止まっちゃうから、そこがフィナーレですけどね。さて、それでは行きたいと思いますよ。まず、あ、これ聞こえてんだよね、みんな。聞こえてるんだよね。で、俺が聞こえないのはこっちで見ると、はい、ってかもう声段も下がってるけど、これつまり俺のモニターのみってことか。どういうことやろな。まあいっかもういい。でも DAW は聞くから、もうそこで変えるしかないってことだ。まあいいや。はい、じゃ あ早速ですけど、セレムの皆さんに、皆さんというか、まずお兄ちゃんね、今日早い時間に来てくれてたんで、ちょっとつないげるかな。いきますよ。えい、だよ。これどうしたらいいんや。どうしたらいいんかな。これであれしたらあかんのちゃう。つまりこうして、こうしてなんかこうインバイトみたいなんじゃん。どうしたらいいんだっけ。あるよね、インバイトフレンズみたいな。トークを、おちゃうな、なんかあるよあるよ。招待、これかな。これで LINE をね、よいしょ、これでいいかな。あ、これでいいと思う。これでだよ。ちょっと待って、皆さん声がいきなり聞こえてくると思うけど、ちょっとまだもうやりながら行こうかなと思って。えい、レッツゴー。お、あ、音声じゃなくてビデオがいいな。ビデオ通話に切り替えよう。はい、そしてこれは今、あ、兄ちゃんが来てくれたっぽいけど、まだ声聞こえないよね。なんで、声をね、今変えますからね。あ、聞こえるはずか。あ、兄ちゃん来た。兄ちゃん聞こえる？僕の声。あ、ありがとう、ありがとう。おうおう、おお、ベース、あの高尚の魂だけお届けしようかな。お、ありがとうございます。なるほど、高尚の魂をですね。はい、ベースもありがとうございます。じゃあちょっと待って、今まだね声しか聞こえてないから、ちょっと待って、映すからね。じゃあもうこれをウィンドウであれしちゃっていいのかな。画面キャップちょっとか、それかこれをフルスクリーンにして、画面をシェアじゃなくてフルスクリーンだ。あ、聞こえてますよ。あ、ちょっと兄ちゃん喋ってくれる。まだみんなね姿は見えてないんだけど、あ、これ行くね。これちょっと大きくしとこう。よし、じゃあいよいよドンと登場しますよ。ドンとあたふたしております。ちょっとコメント読んでみよう。これは兄貴の声だね。そうですね。じゃあ、聞こえてるよ。聞こえてますよ。見えてないのかな。なんか兄貴は自分の声が聞こえてるかどうかがまだ分かってらっしゃらないようですが、俺聞こえてるよ。俺たちの声が聞こえないんだよね。あの、つまり一旦退出します。僕は退出しますよ、一旦。このなるほどね、いいんじゃないですか。いいと思いますよ。じゃあ、あ、二人きりになったね、さきゃくんね。これかな、これでいいのかな。ちょっと待ってね、今えい出すぞ。あ、これじゃないわ、これはこっちか。これでいいのかな。あ、来た。じゃあ、OK にして、で、これを
もう全画面にしちゃおう。あ、声が聞こえた。あ、声聞こえた。でも兄ちゃん、あれはない よ、声は。あの、なんていうか、顔はないよ、お顔は。あ、来た来た来た。いえいえ。なんか兄ちゃん、横向きになってるの。どうしたらいいの兄ちゃん、横向きになってるで。あ、すごいすごいすごい。そんな、そんなことで宴会なの。はい、ではですね、いやいや皆さんもうすぐ、はいはい、メンバーの顔が見えますからね、ちょっと待ってくださいね。これを最下部に移動と、最下部に移動して、あ、これでいいかな。あはは、なるほど、こうなってるのね。さあ、どう見られてるかな。さあ、それじゃあ行きますよ、出しますよ、メンバーの皆さんを今から出します。レッツゴー。チームからタケヤ、ギタータケヤ、ドラム桂良馬と書いてありますが、兄貴でございます。どうも。いや、どうもどうも、すいませんね、急にお呼び立てというか出ていただきまして、ありがとうございます。あん時以来ですね、プレミア配信、ね、リモートでね、はいはい、やった以来ですな。やった以来ですけども、あれが3月の1日か。いや、それはね、イベントですね。やだ、4月26日だから、か今からちょうど1ヶ月とちょっと前っていう。あ、コージ見てくれてるよ、はいはいはい、ですね。どう、元気ですか。そうでした、まあ、兄ちゃんとはちょくちょく、あ、てか、まあ、みんなとあの LINE ではやり取りしてるけど、そうそうそう、元気ですか皆さん。カット君とあれやね、カット君とは14時間ぶりぐらいかな。そうね、兄ちゃん来てくれてたからね。はいはい、アルフィコメントさせていただきました。はい、ありがとうございます。すごいおかげさまで華やかな。兄ちゃんが杉山清隆をリクエストしたがばかりに、そうなんだよ。テロップが止まってしまったっていう。そうなんですよ、困ったもんだったございますけど。そんな、ね、まあ、その中で、ね、配信のトラブルなんかもね、ギリギリまでありながらも、今んとこ一応、うん、今ちょうど20時間超えたところですね。すごいな。20時間をなんとか今、うん、配信が続いてます、途切れることなく。もうね、これ多分あのちょこちょこ見せてもらってるけどもね、うん、あのずっと一緒にお客さんも何人かいてはるやろ。いてると思う、いてくれてると思うよ。ありがたい、こっちですよ。すごいわ、すごい ね、ゲーム実況もお疲れ様でした。ゲーム実況が一番疲れました、実は。あの歌って楽しいなって思いました。あ、うん、海の中はしんどかったですか。海の中はね、しんどくて、それで、いやでも楽しいな楽しいなってずっとやってたんだけど、途中でふとね、は、うん、俺今飽きてるっていうの気づきまして、このゲーム、まあ、2時間でクリアできるゲームなんだけど、途中でちょっとまあ同じような展開が続いて、は、俺ちょっと飽きてるなって。でこれさ、せっかくみんながね見てくれてんのにさ、当の僕がね飽きてるっていうのは言えどの口が言うのっていう感じでしょ。なのだけど、まあ確かにね、でも僕その正直に生きようって決めたんですよ。で今回の24時間にしてもね、あの無理もしないでおこうって、もう別に誰に頼まれてやってるわけでもないわけだから、その自分の好きにすればいいじゃないかということで、うん、あの非常に言いづらかったんですけども、勇気を出して皆さんに言ってみました。あの、はいはい、ちょっと飽きてきたかもって。まだだって始まって6時間超えたあたりやろ、だって、うん、なんかね深海でね、いやでまあ飽きてきたって思って、うん、でもじゃあやめようって思ったんです。で一遍コントローラーを置いたんですね、うん、でタカ君もその時まだ見てくれてて、はいはい、楽しいが一番だから、うん、別にそんなもうクリアするとかしなくていいよっていうね、いい感じでさ言ってくれたわけ。で言ってるうちにちょっとさ、愚痴言ってるうちにさ、やっぱ元気になってきて、うん、いやもう一頑張りやから頑張ろうみたいな感じになって、それでね、はい、最後の力を振り絞っておかげさんでクリアしました。ありがとうございます。なるほどね、だいぶ飽きたね。うん、まあ、あんだけほらゲームが大好きだったカット君が飽きるだなんて。本当ですよ。いやなんか昔ゲームばっかりやってたやんね。え、そうアイデンティティとしてやっぱゲームっていうのはあったんですけど、なんか最近またあんた引くほど上手かったもん。いやそんなことないよ兄ちゃん、それはミビーキっちゅうなもんですよ。でなんかほらなんかあのゲーム大会行ってなんかゲーム機持って帰ってきてたよ。そうあれはすごかったよね。
PC エンジンスーパーグラフィックスっていう当時して価格ね4万いくらとかするすんげえ高いやつソフト付きで、そうだろ、はい、でもあれはねずっこいんですよ僕その前の日にそれを持ってるかまちゃん、うん、かまたくんのお家で死ぬほど練習してから行ったからそら優勝するわな。それでも重、うん、いやそれは重要でしょ。でもまあまあ大事ですよね。でもさみんなさ勝てばそのゲーム機をもらえるっていうゲーム大会に出てるわけだからそのゲーム機を持ってないわけの人たちが集まってるわけじゃん多分。あそのゲーム機のゲームをするわけや。だからよく考えたら、なるほど、よく考えたらずるやな俺なんて思いましたけれども、まあ、アドバンテージありすぎやね。ありすぎでしたよ。でもさ、なるほどね、タケヤとかってあんまりそのゲームをするっていう印象が多分ね、うん、ファンの皆さんとか持ってないんじゃないかなっていう気がするんですけれども、ギターばっかり弾いてそうな気がする気がするよね。でも、うん、レスポールばっかり持ってそうなそうよ、お風呂入る時もレスポール持って、レスポールとビールジャックダニエルみたいなそういうイメージでしょ。ただねイメージイメージ、タケヤもゲームはねしてましたよ確か、うん、僕ん家っていうか僕の部屋でもしてた気がする。なんか 3DO とかってかそうそう、ときメモもやってたしちょときメモ、そう、あのカット君が横で寝て、うん、あ6時間ぐらい多分寝てたと思うね。寝てた寝てた多分、うん、であの横で俺ずっとときめきメモリアルを延々やって、そうです、ね、カット君が起きてきた時ぐらいにクリアした。そうそうそう、ちょうど俺はだから入学したなって思ってときめき学園にきらめき学園やったかな、うん、あのタケヤがその恋愛シミュレーションゲームがあるわけですよときめきメモリアルっていうね、うん、それで入学したと同時に寝て起きたらね、うん、もうタケヤ高校3年間卒業してるんですよもう浦島太郎みたいな気持ちになってすごいな。名前忘れたけどあの緑色の髪の毛の女の子をゲットしまして、あれですよ隠れキャラでしょ。そう、いきなり隠れキャラ撮ってるね。立林さんね、立林さん。おわ、よく覚えてた。もちろんですよほんまの同級生みたいな言い方してる。タケヤが一周目で立林さんといい感じになったってこと。またシリが、またシリが、シリ、お前は呼んで、シリすぐね、シリがね、ああ私ですかって聞きに来んのよ。違うって、立林さんの資産あたりでシリと思ったんかな。ああな、なるほど。それは何カットのマックのシリが、そうそう、ヘイシリみたいな感じで言ってないよ、今のは呼んでないよ怖っ、今のは大丈夫だったみたいそうですね、まだだけもね、そうやってゲームなんか遊んでたりとか、ね、しましたけれどもね、うん、まあシェームは今年ライブをね大阪と名古屋で1月にやりまして、それ以降はトークイベントが1本と、そして、うん、この間ね配信がトーク配信トークライブが、はい、ありましたけれども、意外にあのトーク配信面白かったね。いや面白かったですね、またぜひやりたいなっていうふうにも思ってますし、あれよ、これあの配信の良かったところは、うん、そのなんか面白いのはないかなと思ってこういろいろ片付け断捨離もしてたからさ、そしたら昔のそのメモ用紙みたいなの出てきて、うんうん、でそれをこう見せたらさ、うんうん、カメラに見せたらみんなも見れるっていうね。あ、そうね、あのイベントスペース広かったらやりづらいや。確かにみんなの目が近いからカメラという目がね、うん、それはいいことですよね。ほんで昔のライブ映像も見れたしな。そうそう、いやあれはもう、ほんとね、なんだろうな、いやもっとあんねん、もっと、もっとあんの、ちょっと今聞く、まあ、ちょっと聞いてくれる。俺交渉だけで、あれ交渉だけでもうお腹いっぱいやで、あれ。いやお腹いっぱいやと思うけど、ちょっとさ、これはないやろっていうやつがあるからちょっと聞いてくれる。あでもこの、あ聞こえへんのかみんな。俺が、あちょっと二人に聞かさないと意味ないのに、このLINE で多分回線乗らへんな。見れんのか。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、加藤君、これ嘘でもお客さんありきの話を今もうただ3人の会話になってないか。そうかそうか、いやそういうのもなんかええかなと思って逆に思ってるんですけど。何があんの。いやもうほんまもカット、これ俺カットだからメンタル強いと思うんですよこれをね、あの、うん、いやもうひどいよカットの、あのなんていうか、あのあれ
あのひどいのよ、とにかくあのこの黒歴史をね、共有したいんだけど、マイクがこれ、はいはい、いかないか。じゃあちょっと、あ、無理か、ごめん、無理やわ。くっそ、行きたかったな。なんかね、まあ、次の回でやりましょう。もうカットがね、インサイドっていう曲のね、皆さんお二人ご存知でしょうけど、インサイドのね、チャ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 ラっていうの、一番終わった後に衝撃の一言を放つっていうのがあるんですけど、これひどいのですよ。面白そう。これはぜひね、黒歴史で。いやもう前回はね、まあまあね、見てくれはった人はいてはると思う。あの高翔くんのね、はい、あの七変化。いや高翔くんがね、あの。最初はさ、お客さんとして映さ、それもさ偶然映ってたよね。そうよ、映り込んではるんですよ。こっちは竹谷を撮ろうとしてるビデオカメラマンだと思うのに、もう交渉もね、がっつり映り込んで、まさかその数ヶ月後に最前列でこうしてたってことだからね。そう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 、ね、で入った時にはなぜか交渉髪の毛が全てお亡くなりになっていてででも本当にもう米軍の人かなっていう。でもガタイもええからさ、あ、ええ映ってるからさ、そうだからなんていうんですか、もうすごいいかついね。まあその前任ベーシストの吉田君も身長180超えてて、まあ、だから竹谷吉田君ってもうすごいもうすごい大きい2人だったわけ、両脇が。それはそれでいかつかったけど、いかんせんね、吉田君はね、あのお顔が優しいから、あの人柄の優しさがにじみ出てるからさ、あの、で当時は、今の交渉は穏やかさがにじみ出てると思うけど、当時の交渉はやっぱりこうちょっといかつさがにじみ出てた感じがしますから、なんか、なんやろな、笑いながら人殴るタイプみたいな感じやな。いやほんまにそう、竹中直人みたいな感じ。こうだからね、危ないタイプの。そうですよ。で交渉くんがそうやってね、もうボールドヘッドにスキンヘッドになって、彼がまあ大体僕よりもちょっと長いぐらいかな、今の僕よりちょっと長いぐらい前で、はい、揃った時がデビューした時だったんですよ。いやいや、ほんとね、シェームの大阪時代は高翔の髪の成長とともにあったと、そのように、そうやね、はい、思いますけれどもね。まあそんな懐かしいビデオなんかも、見たりとかしてね、まあこれが配信の良さでしたね。そうですね。結局だからね、最後あんなんちの一応テーマ決めて、なんかデビュー、ファーストアルバムまでみたいな、はいはい、一応事前テーマ決まってたけども、いかへんかったもんね。まあね、そのファーストアルバムの中身まではいけなかったですからね。まあでも結局やっぱりその中身で言ってもやっぱり演奏できるわけじゃないからね、なんかこうもちろんその話は楽しいと思うんですけども、やっぱり演奏したいっていう気持ちはね、演奏してこう元々のライブ予定してたライブみたいに見てほしい、聞いてほしいっていう気持ちはありますよね。はい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 、そうなんですよ。これでね、ちょっともうちょっとハッピートークする。これね、どうしよう。で、あれ、あの件何回言うねんあの例のそのほらね、例の件ね、例の件、あっちちゃうよ、プロジェクトの件。そうそうそう、プロジェクトの件ね。そう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 、うん、できたら今日ぐらいまでにこうね、内容詰めてと思ってたんですが、ちょっとそこまで細かく内容は詰まってないんだけども、まあでもやるよね、うん、やし、うん、どうですか、その今俺は大阪在住なんですけども、はい、明日からね、はい、道楽亭っていう寄せ小屋が再開するんですわ。はいはい、そうですね。ちゃんと一応対策してね、あれで、まあ、一応だからなんかこう、まあ、なんとなく収束に向かってるというか、日常が戻りつつある感じなんですけども。なるほど。ライブとかって どんなノリなんですかね今は。まあでも今その、まあ、例えば半数以上とかキャパシティが半分以下、うん、半分以下、もしくは100人以下とか、うん、
もう結局何らかのこうガイドラインをそのねおかみも設定せねばいかんねやだけど、でもさライブハウスってさ、まあ、あと基本着席でっていうのがあるみたいやけど、ライブハウスでってあのキャパ半分とかって言うてもその半分が最前の方に集まってもらったら結局一緒やっていう話はあるからさね、まあ、それでもそこで起こるもともとのクラスターがの数が半分で救うっていうのはあるかもしれないけど、それあるやんか。だからそういう意味とちゃうね、半分はってことやもんね。そういうことなんですよね。だからそうそうそう、ね、僕らもその首をひねりますよ、首をひねるというか頭をひねりますよね。そのどうやってかといってさ、デビュー20周年とかできるのは、まあ、いわば今年しかないわけで、まあそれ延期しても僕は構わないんだけども、あれじゃないですか、まああのあれだしね、デフスパイラルもまさき脱退延期されてるしね、本当はそうそうなかなかないと思うよ、脱退の延期っていうのは。まあでもこれはね本当にあのメンバーたちの仲の良さというか、デフスパイラルのね、別にその揉めてやめるわけじゃないからっていうことが如実に現れてると思うんですけど、でもちょっと、まあ、これちょっとなかなかないね、うん、これさ、なんていうの、でほら、まあ、言うても、もうみんな、なんていうの、お疲れ様、ありがとうっていう、そういうテンションやから、デフスパイラルのファンの方もきっとね、だから、言うてもええと思うねんやけど、ちょっとおもろいよな、だって、延期ってっていう話は、ちょっとしてた。うん、これまだ、これまだ、だった延期やからええものの、うんうん、もしこれさ、どっかのバナー解散しますいうのがあって、うんうん、それが延期になってたら、これ、切ないよな。それ解散延期、もしかもさ、それも。理由とか、人間関係みたいなのを言うた上での延期は厳しいよね。いや、でもそうですよ。なんでしょう。デフスパイラル本当神対応で嬉しいですってありますけど、もちろんそうなんですよ。ちょっとあれ声ちっちゃくなった、あれなんか声が変わったって言ってる、ちょっと待ってね、音が小さくなった、あれえお前、我々は3人は普通やんな、うん、音がすごくちっちゃくなったってよ、あれだ、まさきくんの恨みが、あ、ほんまやね、音ちっちゃくさせてるの、ちょっと待ってね、なんでやろう、あ、みんな聞こえてないってよ、ちょっと待ってね、タイムタイム、ダメになった、バツバツ言うて小さなったって、あー、なんだろうな、ちょっと待ってね、いっぺんじゃあ何を変えたらいいかな、は、あ、あ、ほんとや、は、あ、あ、これも最大にしたら聞こえるって、え、あ、ごめんごめん、ちょっと待ってね、あ、ワン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 鳴ってるっぽいよ、フィードバックしてるってこと、そのちょっとボイスボイに小さくなった、いっぺんちょっと変えるね、いっぺんこんな感じにして、でもう一回戻してみよっか、これで今俺の声だけが聞こえてる状態に皆さんなってると思うんですけれども、こっから戻します、直ってないのよ、僕らの声も直った、いや直ってない、やっぱこれあかんな、はすげえ聞こえたって、カット大きなったってよ、いやそうそう、それはね違うマイクにしたからやね、あ、そのまんまでは僕の声しか聞こえへんね、こんだけで、またちっちゃくなるでしょう、我々3人の声ね、そうそうそう、ちょっと待ってね、じゃあね、どうしたらいいかと言いますと、結果今これ何がどうなってんだ、もう UR 自体の入力がちっちゃくなってしまってるわけだから、いっぺん、あ、直ったんちゃう、直った、直ってないか、直ってないわ、はい、うーってなっとるって、わかりました、ノイズが、じゃあですね、ちょっと今からちょっとあることをしますので、ちょっと中断します。はいはい。ちょっと待ってね。切るかい？いや、つなげといて、でもつなげといてもらって、いつつながるかもわからないと思いながら、つなげてもらっていいですか？はいはいはい、今まだ声はずっと鳴ってる状態でございます。鳴ってるはずの状態でございます。
と思う。こう機材とかすごい詳しくなっていったんじゃん。機材とかトラブルに。ダメなの。うん。すごいな。だってこの LINE の画面がこれ映ってる。やっぱりね、やっぱ本意気になりますわな。まあね。Never meet the beautiful dreamer, no wake on to me.
category へ破れた歌を抱いて Beautiful dreamer now I'm on the scene 新しい時代の中へ聞こえるよ。ありがとうございます、はい、じゃあ、ごめん、さっきすげえ音でっかい音なっちゃったんだね、ごめんね、みんな、復活したいと思います。兄ちゃんちょっと喋ってみてくれる？はいはい、聞こえますでしょうか？えい、どうだ。はい、ただいま帰りました。どうでしょうか。これか、聞こえた？ごめんね、さっきすっごい音でっかかったんでしょ、ごめんね、耳大丈夫みんな？すげえでっかいのが出ちゃったみたいで。今竹谷がメインちゃうか。そうっすね。じゃあちょっとギャラリーにしよっか、ちょっと待ってね。これか。いや失礼いたしました、ごめんね、ほんと申し訳ない。ギャラリービューに変えたらこれでいいんだな。で一応これはこれにした方がいいかな。おいしょよしよし、どうでしょうどうでしょう、はい、素晴らしい。でみんなの、ほんで何の話だっけ。そうそう、どうだっけっていう話だよね、そのライブとかって。そうそう、どうなんやろうなっていうね話でね、うん、そうなんですよ。あ、ごめんねごめんね、よかった帰ってきましたよ、配信も途切れずに、よかったよかった、ってきた、うん、カウンターもちゃんと進んでますよ、よかったよかった、はい、ありがとうございます。これで一回もう一回こうしよっか。で、脱退延期の話ね、はいはい、そう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 。いやほんとね、あれですよね。あ、これでなんだこれかな、ちょっと待って、これでいいかな、イエス。で、うん、そうそう、でさ、なんだっけ。じゃあ脱退延期が OK なら、うんうん、
20周年延期も延ちゃうの。あ、まあそういう話にはまあ若干なってきそうにはなるよね、確かにね。もうあるけど、でもやっぱりさ、そのあれよ、詳細教えてみんなで考えよう。ん？また音出ない？大丈夫だよね。はっはっは、ちょっと待って。音出なくなっちゃう？あれ、聞こえてますか？あ、いけてるみたいね。よかった。それね、いや、ほんで、まあ、あれも、延期もあれだけども、うん、で、一応だからその、やろうとしてることを言うか、言わんか、どや。あ、プロジェクトの方の。プロジェクトの方の。まあ、ライブはさ、やっぱりね、あれだと思うんですよ、うん、その実際どうかとかという話よりもやっぱり今やっぱりちょっとお客さんが、ファンの皆さんがですね、なんかこう、はい、あれでしょう、こう大手を振って来づらいっていうところがきっとあるんじゃないかなという。まあ確かにそうかもね、うん、うん、それがだからね。でしかあとほらやっぱどうしても、んそう、どうしても頭が回れへん。どうしてもそう、ね、そうシェームってさ、なんかこうやっぱりみんなのこう盛り上がりとか、まあ、そういうものも含めてのさね、ライブの良さだと思いますのでね。だからそうかも。でもいつできるんや。しかしできないというのもちょっとあれだし、何かできないかなっていう感じ。なので、あ、そのなのでをさっきからもうみんな待ってはんねやから。そうか。ためてる。じゃあちょっとまあ詳細が決まる前の、うん、話にはなりますが、今じゃこんな話になってますっていう発表の仕方をしようかね。今シェームの中では一丸となってこういう話になってますよという、話はちょっと考えたんですね。やっぱ配信ライブっていうのは一つの、まあ、パターンですね。大きな可能性としてあるわけで、ただそのシェームのライブってなんかやっぱこう熱量でもってなんぼだと思ってるので、さっきも言ったみたいに僕らがね、わーって誰もお客さん無観客でさ、無観客でサドネスは本当にサドネスやんか、それは。うん、どうするドリフのコントみたいなのかき割りでお客さんの絵だけ作ったの。あーね、でわーっていう感じ。そんな言うて、そんなもん余計にサドネスやんか、それはもう。ほんまの意味のサドネスになるね、うん、俺たちがやってることがモノローグやんか、そんなもん。独り言じゃないですか。だからね、それはないなっていうふうに思ってたんですよね。でもでそれなんかみんなで話してて、最初にタキヤと話してたんだけど、それでしたらでもなんかだからないよねって話をした後、なんか自分がこうイメージしてる中で、でもシェームって結構本当に大阪でリハーサルやってる時代とかってリハの方がライブより盛り上がったりしたことあったよなみたいないう話をしてて、向かい合ってやってる時ね。そうそうそうなんですよ。なんかリハなんて練習やんか、別に誰も見てないわけやん、うん、我々以外は。でそこにさ、若い頃の我々はさ、もう全身全霊をかけてやってたわけじゃないですか。そうなんか、もうあのエネルギーすごいよね。なんかこうもうずぐわーやってたやん。だって見せる相手がもうメンバーしか多い。そうやのにさ、まあね、全力でここにやってたのがなんか思い出されまして、なんで、メンバーがだから要するにその誰もいないとこに向かってそのエネルギーを放出するという、無観客というのはやっぱシェイマ向いてないなというふうに思って。無観客はそのお客さんが一定としてやってるからね。そうでも、うん、我々が我々自身をお客さんにしてリハの時はやってたわけやから、これもっぺん我々向き合ってね、お互いに、うん、お互いに向き合ってだ、うん、それぞれのエネルギーをそれぞれに、うん、どうだ兄ちゃん、うん、俺の歌はな、うん、どうだ竹谷俺のドラムはと、どうだ高翔俺のギターはというねことで、そういうのをなんかこう映像作品にしたらなんかいいんじゃないかなっていう話に
いいね。なったんですよね。だから、うん、で、かつそれをね、なんていうの、やっぱそのリハーサルスタジオ、今でもすごいちっちゃいリハーサルスタジオみたいなところで、うん、まあ、それこそ、まあ、ルーザーズの MV とかよりも、え、なんかこうイメージがあって、うん、あのブラーっていうね、バンドのテンダーっていう MV がそうなんだけど、結構広めの場所で、うん、広めのスタジオみたいなところで、うん、はいはい、で4人が向かい合ってね、もうそれだけ絵面でもかっこいいみたいな感じにして、そこでなんかこうアルバムコンセプトライブをやるっていうのは結構ありちゃうかなっていう風に思ったんですよね。あのメタリカのレコーディング風景みたいな感じね。そうなんですよ。で向き合って、うん、それでただライブじゃなくて、でもねライブはするのよ。2日間ぐらいその大きいスタジオを抑えて、でその、うん、あ大丈夫かな、またフォンフォンって言ったけど、で事前に、うん、僕らの渾身のアルバムコンセプトライブを撮ってしまうと、渾身のアルバムコンセプトライブをね、うん、でそれを、ライブで皆さんに配信する、まずはライブで皆さんに、配信するとともに、なんかその全曲じゃないかもしんないけど何曲かをこの20周年のシェイムの、記録として、うん、まあ、しっかりした MV に仕上げると、うん、いうような企画を、うん、やりたいなというふうに思ってるんですよね。はいはいはい、そういうことですね。そうなんですよ。なんかかっこいいと思うんで、そうしちゃえばライブってやっぱりその一回きりにどうしてもなっちゃうけど、まあ、この次の30年だか40年だか分かりませんが、また結集するまでのね、うん、このデビュー20周年 の記録になるし、でなんか CM ってライブの映像がそのあんまりちゃんと残ってないので、ほんと一握りしかさ、残ってないから、だからその今回の20周年をね、その代わりじゃないですけども、やるっていうのはいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、そういうことね。そうなんですね。でそうするとさ、みんなもみんなで一緒にそのライブを見る、スタジオライブを見るっていうファンの人もライブ感も見られるし、アルバムコンセプトライブともともとやろうとしてたこと、もう内容としてはできるし、その上映像作品も残せると、うん、いうのを、これをただまあこれって結構大変なので、まあ、予算もかかるので、でもせっかく20周年だから、うん、やっぱり大きいこれまでのね自分たちの出会ったことよりも、ちょっと風呂敷を広げてその記録を残したいよなという感じで、だからまあこれはもうクラウドファンディングでみんなの力を借りてですね、みんなが見たいと思ってくれれば、クラウドファンディングで募って、そのスタジオのライブ、そして配信ライブ、そのアルバムコンセプトライブ、そして映像作品というところまでをパッケージとしてね、まあ新曲もあるわね、パッケージとしてこの20周年の記録に、結晶にできればというふうに思っているわけなんでございます、うん、なんかこう、ね、初のねこうクラウドファンディングに挑戦しようかなというふうに思ってるんですけど、うんうん、あでも結構めっちゃいいって言ってくれてる、ありがとう。やっぱりこういう配信っていいね、コメントがこう見れるから、みんなのこう生の声聞こえるから、そうそう、さっきだからその無観客ライブではね、我々別にあれやしとか言ったらコメントで、うん、そんなら部屋熱してやったらっていうのがあったの。温度サウナでやったら熱くなるでと、熱くして熱くして部屋熱してやったら、なるほど、それで熱気をっていう感じね、熱気をね、なるほど、そうそうそう、なるほど、あ、ミンエクスジャパンありがとうございます。なんかその参道のお茶バッグ500個今いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、どんなコースかな、あとは交渉の皮膚気はオプションで欲しい。だからさ、まあせっかくね我々 CM がやるので、うん、なんかこうそういうお茶のもつけてみたいな、デビューして20周年やから、うん、20年の間に皮は吹いてないと思うぞ彼は。え、だいぶなまってるかな。口ちゃう、腕は、もう、うん、もうや口やろうな、口か、うん、口がな、なまっちゃってるかな。一か八かの皮膚筋に挑戦と。あ、いいですね。まあ、ね。もう引田天功みたいな感じで。
決死のもうデッドアライブで、うん、デッドアライブでね、うん、そうです ね、まあ、とかねっていうのを、うん、まあでもそれはあの例えばスタジオを抑えたりとかカメラマンさんの、まあ、スケジュールを抑えたりとか、うん、あるから、まあ、もうちょっと具体的にでも言ってもね、もう時期的にももう来月の頭ぐらいには発表して開始するべきだと思うんだけど、はいはい、来月の頭って明日ということですか。そうそうそう、からだからまあこの1週間2週間ぐらいではもうあれして、まあ1週間2週間やね、うん、やんなくちゃいけないなとは思ってて、うん、それでね、まあ、とね、正直8月の大阪のライブも どうなるか分かんないっていうか、まあ、難しいんじゃないかなっていうところもあるから、うん、まあ、そこをね、まあ、10月みんなで楽しく10月11日できればいいけど、まあ、それも分かんないし、まあ、そうやってのこう記録を残そうと、いう感じですよね。そこはいいと思うね、いいよね、うん、だから、まあ、もちろんライブはもしできるんやったらそれやってもやるのももちろんあれやし、それとはまた別プロジェクトとして、うん、まあそうですね、映像作品撮ると、まあそうですね、で、まあ、まあ要するにそれはなんかこういいアイディアだなと、思って、そうですね、まあ要するにスタジオライブだと3日間分のライブが2日の、ステージセットでできたりとかするから、その辺とかでもですね、実現に向けて非常に現実的な話に、なっております。あとは我々が、一生懸命演奏するだけというね、我々にとってもデッドアライブちゃうか、我々もデッドアライブですよ、うん、もうできるまでやろうまあそんな感じ、もう ラストのグッバイはほんまにグッバイだと、いやもう涙ですよね、本当に涙ええ感じで、まあでもね、ちょっとないないの打診というか、おそらく素晴らしいカメラマンさんに撮ってもらえるんじゃないかと、いうちょっとした予感はありますし、そうですね、まあ、まだちゃんとはオファーしてないですけども、あとスタジオもね、ここがいいんじゃないかとかっていうのはメンバーの中で話したりとかしてますのでね、まあ、みんな、まあ、3回のライブを、見に行くぐらいの、気持ちで支援してもらえたら、ちゃんとクリアできるような感じで、やりたいなっていうふうに思ってます。なんかさ、分からんけどもさ、うんうん、そのライブ収録現場をなんかお客さん何人か、まあ限定とかで見てもらうことって可能なんかな。まあそういうのもそのクラウドファンディングとかだったら結構皆さんやってますよね。まあそういうなんていうんですかね、VIP なんちゃらみたいな、その辺なんかもね、なんかこううまいバランスで、いいバランスでね、考えながら、やりたいなっていうふうに、思ってます、うん、なんで、ぜひもう1週間2週間ぐらいでまとめて発表したいと思うので、まあ、シーンもあったわけで、うん、で、まあ、あともうね、それにあたってそれをこう広めるためにも作ってる作品もね、今ありますし、映像作品がね、作ってる映像作品もありますし、うん、まあ、僕それね、汗かきまくって撮りましたから、でもなんかちょっとやり直したいんだよな、ちょっとやっぱコロナ太りがさ気になってさ、ちょっとやり直したいとこもあるんだけど、まあまあいろいろ準備してますね。僕はあれですよ、もう本当にもう周りの方々に、まあ、ご迷惑をおかけしながらやりましたよ。あ、マジっすか。あ、じゃあもう兄貴ももう完了ということで、そちらの作品に関しては部屋中なんでね、やっぱりこう激しいことをするとちょっと、うんうんうん、どんどんみたいな。なるほどね。あ、なるほど。こっちのツーバスにも負けじとどんどんとそうわけですね。あ、なるほど。それは困る。まあ、でもそれをもうものともせずやったわけですね。いや、もうそこで中断しました。そこも中断しましたけれどもね。びっくりなりましたね。ビッグでなるわね、それはそうでございます。だからまだ別で進んでる話ですね。それは別に進んでますので、まあ、CM20 周年記念、ちょっと、コロナの影響でライブであるとか、そのライブの時に発表しようとした新曲とかが今、
サスペンドなってますけども、こういう風に考えてますので、ぜひ、皆さん楽しんでくれたら嬉しいなと思います。今年の下半期の、CM の活動にぜひご期待くださいということでございます。じゃあ僕その歌も歌うので、まあ、みんなこうやってみんなが3人で喋ってた方がいいかもしれないけど、ちょっと僕はこの24時間ツイキャスで今楽をしすぎてるつもりが、CM 曲特集ってなってるのに全然曲やってへんやん。ちょっとさ、あれ聞いてもらっていい？あのその俺の黒歴史。何を俺の黒歴史聞いてもらってもいい？これ今なるんちゃうかな。もうめっちゃ恥ずかしいで、ちょっと最後に人笑いして2人を送り出したい。僕はなんかそのこのままでは申し訳ない、なんか真面目な話だけしに来たみたいな、そんなのダメダメで、いや別に俺らはロックバンドやろ。俺らはなんで笑いで締めなあかんねん。これで合ってるかな。お、いけるかな。ちょっと待って、ちょっと人笑いないと我々も帰らんちゅうね。これは今な、うん、あ、来た。聞こえてる？うん、聞こえてる。うん、これはね、TH ホールのライブの、恥ずかしい98年ぐらいのあれなんですけど、 TH ホールのインサイドの、あの音声なんですけど、カットがほんま恥ずかしいから聞いといて。I can hear you. ほら、 I can hear you やって恥ずかしい。 Where are you? あ、恥ずかしい。助けて。あ、助けて。あ、恥ずかしい。 Something sitting in front of me. Just keep a single that's killing me. I can hear somebody weeping. Hit me. Hey, ask meまだ先やな。ちょっと飛ばすね。あ、恥ずかしい。いくよ。でね、サビまで行くじゃん。うん、飛ばすよ。これ僕17、8歳ぐらい。もう20歳か。恥ずかしいよ。俺なんで今これこんな恥ずかしいの。やってんねん。You're inside, my inside. I'm so afraid to see inside of the. 揺れろ。恥ずかしい。揺れろって言った。あれあまり聞こえへんかった。何が揺れるの。何が揺れろって言ったよ。だからお客さんに対して揺れろって言ってるんやと思うよ。恥ずかしいね。おお。それは君がお客さんに対する要請だったわけだな。多分な。何を思ってたんでしょうかね。どういうことですか。いや、まあ、そんな終電乗ってる酔っ払いのおじさんみたいな感じの揺れ方では。こういうんじゃなくて、ではないかもしれない。はい。ボソ揺れろ。若い。ああ恥ずかしい。という。まあそんな、人笑いもあれしたあれで人笑いも提供させていただきまして、 あまり二人には受けませんでしたけど、また受けます。いやいやいや、これはあれでしょ、次撮るであろう映像作品にはその一言も入るってことな。入るかいな。入るか。え、揺れろ。それももし入るならその時俺もニルバーナカートコマのスメズナイクティーンスピードの最後ぐらいアップにしてもらおう俺。お願いします。ちゃ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 だ、揺れろって。どうも揺れろのカットですって、ね、怒られるわ。誰に怒られんねん。というわけで、はい、お送りしてまいりました。まあちょっとした発表とまでいかないですけれども、今僕たちが考えていることを、お話しできたと思うので、よかったかなと思います。ね、じゃあ、今日ちょっとね今3人での、まあでもこうやって急に言って2人ね来てくれて、ありがとうございます。交渉もベースという3時間頑張ってくださいよ。ありがとうございます。あと3時間が、魂で参加してくれて、いますので、こっから残り3時間、はい、一応黄色い T シャツっぽいの。あ、なるほど。黄色い T シャツっぽいの。兄ちゃんごめん、はい、兄ちゃんのお部屋全体が黄みがかっててあまり
黄色さが伝わってけえへんわ。ごめん、色味が非常にその ANA の青みを以外はね、夕焼けもう三丁目の夕日みたいな状態になってるから。昭和だから、うん、ごめん、ありがとうね。でもそうやってあのそういう気持ちでやってくれたわけですね。ありがとうございます。はい、交渉の魂とともに、交渉の魂とともに、じゃあぜひまたね、皆さん、はいはい、あのどのような形か分かりません。また配信 の, あのトークの面白いやつとかもやると思いますので、ぜひまた楽しみにしていただきたいと、思いまーす。というわけで CM から兄ちゃん勝田龍馬さん、そして竹谷、はい、出演してもらいました。ありがとう。はい、というわけで、あ、じゃあ二人切りますね。本当ありがとう。またね。サンキュー。また。でね、今から歌うんですけど、ちょっとお花摘みに行ってこさせてください。さあ行くぜ。兄ちゃん竹谷ありがとうございましたという、ちょっとツイートするね。ちょっとツイートするから待ってね。それじゃあ、あと
まあ、しゃべりだいぶ楽しませていただきました。もういよいよもうラストスパートですね。ここからは歌いまくりやりまくり弾きまくりでフィナーレを迎えたいと思います。シェーム曲ぜひ皆さんリクエストもしてくださいね。じゃあまず最初何からいく？もうアコギ一本なんでちょっとあれです。あ、そっか、待って、ルーパー使えるようになったやん。ルーパー使えるようになったから、あ、でもいっか、ルーパーはいっか。今日はひょっとしたら後で使うかもしれないけど、じゃあまず何からいく？何からいこっか。あ、ちょっと俺の iPhone が喋ってる。ちょっと待って、よし、OK。 じゃあね、まず、この曲からいきたいかなと、思います。じゃあシェームね、セカンドアルバムから、ま、カット版の歌ではあ、てかアレンジではありますが、この曲聴いてほしいと思いますの前にちょっとコンフィギュアハードウェアドライバーするからちょっと待ってや。それやのってこっちに帰るんや君、よろしく、行くぜみんな、あと3時間盛り上がっていこうじゃありませんか。いよいよ21時間ぐらいまで行ってきたぜ、レッツゴー。 Can you hear this beat?One, two, three, go! それではビーチ聴いてください。いつまでこんなもの巡りを繰り返すのに、火災が水槽で持って夜を吐きてくれ、yeah! 不動で全体の価値観なんてここにはなくて、より一般的な線の夢かうつつか、この世界のからくりは掘り込んでできてたって気づきやしないのぜ、 Yeah! 一気に出し合ってくる痛み、悲しみ全部しっかり反応していたら身が持たねえ、 Yeah! 飛び切りの断念祭でどんな感情続いて、これなんか
どうかな、これもカットアレンジアコースティック、アレンジでお送り、しますけれども、ええ感じになってくれよ、マシエムにとってもね非常に思い出深い、特別な曲であります。あ、これは歌詞出るんちゃうの、あ、違う、Think も歌詞あったんや、忘れてたけども、もう歌詞とか気にせずにやるという手もあるが、でもそこはしっかり出していきたい、この頃の俺だ、出していきたい、そんな気持ちがするこの頃の俺だ、というわけで、いきたいと思いますよ、聞いていただきましょう。大丈夫かな、レッツゴー。Oh,
CM で、カットバージョンですがビューティフル聞いていただきました。しかしほんとギリ危なかったな。さっきやばいよね。多分サーバー的な問題なんじゃないかなと思うんだけど、なんか視聴者がファッファッファッって減っていってやっぱり止まったと思ったんだけど、あと3時間体持ってくれよ海洋圏3倍だの状態になってますけどもね、じゃあもうなんか気合いの入るやつどんどん歌っていきたいと、思います。シェームで気合いの入るやつを歌いたいんだ。例えばこんなのどう、これも多分動機というかあると思うんで、これねあの今回20周年でもやってますけども、じゃあサンライズ聞いてください。もっぺんもっぺん歌詞出すの忘れてた。ごめんごめん歌詞出すの忘れてたからごめんね。これ歌詞もあった方がいいじゃん。あの、今勢いでいきそうだったけど歌詞はいる、歌詞いる。よし歌詞は出てる出てるな。じゃあ大体で大体の感じでいいね。じゃあもう一回サンライズ聞いてください。リバーあディレもかかったまんま、まんまだぜいいぜーウェイ行くぜサンライズレッツゴー。待ったもがい
まで眠り続けてようか Let it go Take all サンライズ聞いて、いただきました。さあもうどんどん行くぜ、こんなんもなんぼあっても、いいですからね。というわけでシェームってどんな曲あったっけ、何行く、シェームってどんな曲あるんや、教えてみろ。もうなんかがっつりしたやつ行きたいぞ。マリナありがとう。ダリエク、がっつりしたいよ。サードアイブリンクス行こうか。ワン、ツー、There's no な、サードアイブリンクスも歌詞あるんだぜ。There's no まで言うてもうたけど、もう歌詞あるんやで。サードアイブリンクス、最近鍛えてますよ、僕も、このサードアイのあたりをね。歌詞はもうなんか、ちょっと渋滞しとるけど、もう、大体で行くぜ。聞いてください。Third eye blinks. There's no now, there's no future, there's no past. I'm just seeing through my window, the present. And the window on my heart. There's no me, there's no you, and there's no world. And if you want them, I keep my eyes wide open. And I'll listen so carefully.About what it is for. There's no reason, seems like there's solutions. I was killing myself trying to be somebody I'm not. And I have seen the fusion, I found it in the illusions. I'm just giving myself a pill, just standing in me, you see. Now you know how many voices are machines.Say time is running out, and I'm not really sure. There's no doubt, there's the future, there's the past. I'm just seeing through my point of the present. On the window of my heart, there's no me, there's no you, and there's no world. And if I want it, I keep my eyes wide open, and I listen so carefully.To take it in and let it out with my own voice. They say time is running out, and I'm not really sure. There's no now, there's no future, there's no past. I'm just seeing through my window, the present.
the window of my heart. There's no need to pretend that I'm okay. Insecureness is the state that I'm in. When I'm awake from all my dreams, down my eyes to wide open the whole future. There's the past I've never seen through my window. The present or the window of my heart. I had a dream. There's a woman to end me. Didn't say a single word, just sat there, smiled each and every legend so carefully. Then my eyes to the boss quit the meeting. All in a Links. あと、Get Ready、Believers ね。Believers 歌詞ないから、Believers 行ってみましょうか。Believers 行くよ。PFP のカップリングですね。行きたいと思います。聞いてください。Believers。
together. Right now.ビリーバーズ聴いていただきました。もうシェイムはね、駆け抜けたいと思いますので、どんどんいきますよ。こんなん何ばってもいいですからね。あと10分しかないから、ちょっとシェイムあれしてもいいけど。ちょっと静かなの聞きたくなってきた。オッケー、じゃあ、もうなんかすごい変なった。もう何何、オッケー、何しようかな。ちょっとドールさん、ドール、じゃあドールさんを。
してくれてるの。まだまだ来て、聞いてくれ。チッ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 。白だから
聞いていただきました。 Thank you。 今気づいたんだけど、俺さ、その50分に終わろうと思って、焦ってやってたんだけど、よく考えたらもうすぐさ、ゴールが近いじゃないですか。でゴールが近くなってきたら、あの今回僕が気にすべき24時間っていうのはここなのね。今21時間30分ってなってる。開始からこれでもなく、そして時間でもなく、これなんですよ。こっちで合ってるっぽいな。21時間31分ってなってるから、最後のラウンドはそのちょうど終わるように、だからあと20分 CM のコーナーあります。そうなの。そうなんだ。だったらこんなに飛ばさなくてよかったよ。ちょっと落ち着こう。あ、スマホだと上なんだ、ごめん。なんでちょっと CM の落ち着いた曲やろ。そうなんだよ、俺もきっと失念してた。じゃあ何する？じゃあね、ラブ行きましょうか。じゃあね。ラブ歌詞あるのか、聞きたいと思いますよ。さっきの道路もあったんだけどね、もう忘れちゃって。行きますよ。まあ、これも6枚目のアルバムじゃシングルかな、大好きな曲ですね。聴いてください。ではラブです。もうちょっとこっちかな、ちょっとあんまり最後まで見えなくてもごめんね。まあいいよね、多分知ってくれてる人が多いんでしょう、きっと。どうしようかな。動機あるんですけど、ちょっと今日は生で行ってみたいと思います。まあ生でもアコギでジャカジャカやるだけどね、だけどね。ファイナルラウンドのカットは結構動機が多くなりそうなんで、じゃあラブ、心込めて歌いたいと思います。窓を開けて、できる限りの怒りを取り込め。 陰鬱な闇を追い出して、そして世界が見えるように、覚えているかな、涙が出るほど笑い転げたね、あの時のように。 Here at my door いつも Look out、 同じ時間と同じ世界にずっといたはずなのに、募る想いは不意に切ない感情に変わる。僕はまた君が嫌いだ、何も変わりはしないのに、その仕草その笑顔も悲しみのベルで見えなく
せっ凍りついたような笑顔を剥ぎ取って探してみてよ。どこにマイソールあるの教えて。同じ想いと同じ願いを抱いていたはずなのに、過ぎてゆく日々がどうしようもない感情に変わる。僕はまだ君が嫌いだ。どうしてなのかわからないよ。悪いのはいつも僕だ。勝手な理屈で拒絶する。乾いてしまうばかり。わかっているよ。心の闇に足を取られて。僕はまた君が嫌いだ。君はいつも優しいから、その仕草その笑顔を見てるだけで辛い。だからもう捨ててくれないか。へそ曲がりの僕なんてわけのない。ラブ聞いていただきました。いやー、シェームって感じ。じゃあね、残すところあと10分ですから、杉松するありがとう、みんなありがとうね、正隆ありがとう。みんなありがとうやで。 OK OK、 じゃあ PFP 歌いましょうか。ラプソディはごめん、あのカットの時に歌っちゃった。セカンドアルバムに入ってんだ。ねえねえ、まぐるしく変わってく環境というやつに戸惑う暇もありません。ごめんね。がむしゃらにもがく、まるで理想の毎日。そちらの調子はどうですか。焦る気持ちだけが空回りしてる。交わした何気ない言葉
それがそうだっていいんだ。いつか変わっていくんだ。移りゆく季節と共に Nobody ever stands still。優しさは受け取ったよ。また手紙を書こう。良くも悪くも人は慣れたり忘れたり適応の力に優れていて、貸し出すの忘れてたよ。すげえいいとこだからまあまあまあ行きたいと思ってけど、でも俺は歌詞を噛みしめながら歌いたい。そんなそんな感じだぜ。みんなちょっと待ってくれ。これぐらいの感じ今日も慣れたでしょう。もう2番になってる。どこまで行ったか忘れた。2番から歌うぜ。だって簡単にそう言えるなんて強くなったもんね。よくも悪くも人は慣れたり忘れたり適応能力に優れていて、簡単にそう言えるなんて強くなったね。我ながら驚いてしまう。悲しみが通り過ぎ、儚いものが好きになった。当たり前だと思ってた奴ら君に憧れてる。優しい君の言葉が嘘になるんだとしたら、全てが信じられなくなるけど、果たされぬ約束を嘘だと言い切れるの。何かがすれ違ったね。 Nobody ever stands still。 Nobody ever stands still。 純粋の病にさようならを、また美しくあれ。思った凍らせたいと思った時の流れについても、今はもっぴんまして、今は届いてる、今は分かった気がするよ。過ぎ去ってく未来と、まだ気はしない過去、それがつまり今ってことだろう。明日にも膨らませて思い出辿ってみたって、僕はここにいるんだろう。今はそう思うけど、本当にそう思うけど、涙はなぜ流れるの。悲しいわけじゃなくて嬉しいわけでもない。ただ少し、ああラララララララ、フュージョンプレゼン聞いてました。ありがとう。これ言わない方が
いいような気はするんだ。あ、歌詞動かすの忘れてた。いやもうちょっと言わない方がいいような気はするし、結果も気持ちとしては合ってるんですよ。みんな感動してくれてありがとう。でもさ、ごめん、これだけは言わせて、これだけは言わせてっていうか、まあ誤解が理解やし、それがまあ僕の本当にそういう気持ちもあるんですよ。本当にそういう気持ちもあるんやけど、あれなんだよ。いやでも俺もそれ言うた後にあそういう風に聞こえたかなって思ったし、そういう風に聞こえたならそれでよかったんけど、でもそれやったらあまりにも俺ちょっとキザすぎるなと思って、ちょっと訂正させて。何かっていうと、今は届いてるっていうのは音程が届いてるっていう意味だったんだよね。それみんなそういう意味でちゃんと伝わってた？多分この気持ち届いて、俺のこの気持ち届いてるかっていう風に多分受け止められたんちゃうかなと思って、したらみんな届いてるって言うてから、お、分かってた、分かって。でもその届いてるっていう気持ちも本当なんで、それはいいんですけど、でも俺もなんかさ、ひょっとしたら届いてるっていうのはその気持ち届いてるぜって言ってくれてる人もいるかもしれへんから、それちゃうぜっていうのもちょっとちゃうしなと思って、でもさ、俺のこの気持ち届いてるって曲中に声出るまでに強くなってしまったと思われるのもちょっとあれやし、分かった、そうか、そういうことでございます。ありがとうございます。はい、いいねこれ。それじゃあ CM のコーナーラストソング聴いてください。グッバイ。いや、ちゃうこともないねんけどね。でもそこの言葉のその時の走った時のきっかけはちゃうかっていうところで、そういう気持ちはもちろんあるんですよ。どうしようもなく楽しくて、どうしようもなく嬉しくて、今日のために来て来たのでしょう。どうしようもなく楽しくて、どうかそのドアを閉めないで、どうしようもなく寂しくて、今は帰る場所もないまま、素肌の光に、悲しみのその活動、喜びのその意味と、何プラスをつければいい、新しい世界のためにいや楽しいな、24時間いよいよラストのラウンドに間もなく入る感じですね。この君の不在に気づかされて、ただ頭では分かってるんだよ、心配はないよ。めくる泣くようなスピードで景色は流れてゆく、時が解決をするよ、なんてと抱きやすって音を立てて。
僕は目を開けて見知らぬ時の中へ致命的な欠落を胸に刻みつけながら瞬きをするたびに世界は変わってゆくけど気づかないふりでもいいから永遠を感じてみたい君の新しい過去今から迎えに行こう僕の愛すべき今のその夢の終わりねえ。ありがとう。それじゃあ、カットの24時間ツイキャス、いよいよラウンド11も終わって残すところは、ラストラウンドのみになりました。おかげさまでね、ここまで22時間歌ったり喋ったり遊んだりさせてもらってきたわけで、ございます。なんかもうちょっとカタルシスあるけど、最後の2時間、あ、みんなありがとう。あ、あの、言えなかった人ごめんなさい。みんな大丈夫、みんなありがとう。マスミありがとう。みんな好きよ、ありがとうね。サンキューね。それじゃあありがとうね、みんな3系で、ニャタンありがとうね。じゃあラストラウンドね、ちょっとウィーングランのような気持ちでね、いきたいと思いますよ。かといって最後まで気合を、気持ちを抜かずにね、軽やかに走り切りたいと思いますので、いよいよいきたいと思いますよ。俺も何しようとしてんね、ラストだな。あー、じゃあこれか。お、途中からやんか。いや、最初からにしよう。はい、というわけでちょうど2時間ぐらいで終わるように、だからあと7分後ぐらいに始めたいのかな、いきたいと思います。お小水も行ってくるで。というわけでいよいよラストラウンド、本当にみんなお付き合いありがとうございました。でもね、今からまだ普通のライブ1本分ありますから残念じゃない。